もうタンポポしてないか。ね、はい、あのタンポポありましたけどね、はい、これ西洋だろうが遠いあの関西タンポポだろうが白花タンポポだろうが何でもいいんだからね、はい、それで食べてみてね、そこであの苦味がない時はね、そのままおひたしにしたらいい、ね、サラダにしたらいいね、うん、苦味がある時は今ね油を使う。ね、油を使っても苦味が取れんときはお味噌を使う。それでも取れんときはね、お酢を使う。いろんなことをやったらいいね。だからドレッシングかけるのはお酢が入ってるだろ。だから案外ね、ドレッシングかけたら食べれるんですよ。このまま食べたら苦いけど、ドレッシングかけたら食べれるんでね。で、食べると何になるんだったですか。今日勉強しましたね、はい、書いてあるのを見なきゃいけないいうことは頭に入ってないんだからなかなかね出てこないですね。でもそうやって見ることはね、何回も書いてあるのを見て見返してください。そうするとね頭の中に入っていくから、だからいいことで見てください。タンポポの花はね食べれますよ。同じようにだから花びらを取ってねサラダにかけてもいい。それとポテトサラダにね混ぜてもいい。きれいでしょ、はい、そうしてもいいし、花ばっかり集めてそれでお酒作ってもいい。あ、そうそう書いて、そうそうそう、あえてお酒作ってもいい、ね、あるいは焼酎につけてもいい。そうするとね、花を取って焼酎につけたお酒は苦いお酒です。飲むときに苦い。ところが花を発酵させたお酒は苦くない、ね、だからそうで自分がどちらが好きかでやってもらったらいいね。はい、でタンポポのね食べてるとこれ肌がきれいになるんだけどね、うん、だからあのタンポポ見つけたらねこれどうするかいって持って帰って植えとくのね。植えといたらすぐに取れるでしょ。いや山に行って取らなきゃいけない言うたらなかなかでしょ。だから植えたらいいのね。植えると元気でね、はい、あのこれであの持って、これで植えといてね、今度来年再来年ねまたこういって歩きましょうね。つゆくさ、つゆくさはね、あのこれはね西洋つゆくさの方でね、あの日本のつゆくさと違うんです、で、あのこの花がね実はあのこのアントシアニンが入っててね、これあの体にいいんですよ。目にもいいね。だからあの花を取ってね振りかけてね、あのそれこそサラダなんかに入れて食べてもらったらいいね。あの紫があるでしょ。え、紫の、紫の、あれもいいんですか。紫もいいです。それから今度ねこれがね春の新芽、柔らかい時はね先の方を折っておひたしにして食べてね。今ちょっと硬いですからね、今は花を取って食べる、そうしてください。これね、アレルゲンになるやつね。セイタカワダチソウ。セイタカワダチソウで黄色い花が咲きますね。これをね、置いとくと花粉症になったり、アレルゲンになりやすいんね。で、これをね、実はね最近ねこれを天ぷらにして食べてね、アレルギーが治ったいう人がいるんです。で本当に治るかどうか分かりません。ね、一人か二人かがね食べて治ったというのをねインターネットに書いてる人がおりました。お風呂に入れていいというのもあったんですか、でもね本当に効くかどうか分かりません、やってみてください、やってみて悪かったら教えてください、良かったも教えてください、ね、そうやって人がやってもらって、ね、で良かったのがたくさんなると、ね、良かったばっかりが集まると私らは薬だと言えます。ところが良かったり悪かったりするとどうでもいいということになります。あんまり効かないと思ってもらう方がいいと思います、はい、終わります。